こんにちは、 SY ワークスの牧田芳生です。今回は貸し店向けのミニセミナーという形で事例を中心に約15分お伝えをさせていただきます。新型コロナウイルスの影響が続いています。移動の制限、そして外出自粛要請によって貸し店の皆様の経営にも大きく影響が出ているのではないでしょうか。4月現時点でのこのコロナウイルスの影響は約10兆円を超えたというふうに言われております。ちょうど2011年3月11日に発生をしました東日本大震災、この経済的影響が約 2.6 兆と言われておりますので、今回のコロナウイルスの規模の大きさというものが分かるのではないでしょうか。それも今4月の現時点ということになっております。緊急事態宣言は5月6日ゴールデンウィーク明けというところになっておりますけれども、これが延長もしくは長期化していく中ではさらに経済に大きく影響を及ぼしていくのではないかというように思います。で、今回はそんな状況の中で、さまざまな貸し店様の経営ですとか、お話を伺う中で実際にこの環境下の中でも強く経営をされている企業様の事例というところをお伝えをさせていただきたいというように思います。コロナショック環境下でも強い貸し店の共通点ということで、まずこちらからお伝えをしていきたいと思います。一つ目です。一つ目は顧客主導権のある販路を強化している貸し店というものが挙げられます。当然貸し業界貸し店様というのは、例えば地域密着の貸し店、百貨店を中心とした貸し店、観光を中心とした貸し店、交通販路を主体とした貸し店、さまざまな企業様があります。その中でこの顧客主導権といいますのは、自分たちの販売スタッフ、自分たちがお客様と直接接点を持てる販路で経営をしている企業様が強いということになります。これは言うまでもないことだとは思うんですけども、当然今移動が制限されているということがありますので、例えば百貨店の休業であったり駅ビルの休館ということが進められています。その中で当然売り上げが立たないという企業様がある中で、地域密着と呼ばれる企業様ですね、自分たちで店舗運営ということができる企業様が伸びている傾向にあるということです。今強い貸し店の共通点というふうにここに明記しておりますけれども、もちろん伸びている中には伸びているという企業様もありますし、削退並みだというような企業様もあります。もちろん低迷してしまっているというところもあるんですが、その低迷幅というところを一定以内にとどめているというご理解をしていただければというように思います。2点目になりますけども、2点目は付加価値性の高い出入り商品を持った貸し店ということが挙げられます。この付加価値性が高い出入り商品というのは一言で言いますと、洋菓子店であれば強いケーキ、ケーキ群の品質が高い貸し店、和菓子屋であれば浅生商品が非常に強い商品、そういったものを持っているブランドが非常に強いということが挙げられます。こういった企業様に関しては削退を超えてきているというような事例も聞いておりますので、今後ですね、地域一番品質の集客商品をいかに持つかということは一つのテーマになってくるのではないかというように思います。そして3つ目です。3つ目は提案力のある貸し店ということで、この提案力というのはさまざまな観点から見ることができるかと思います。例えばサービス力であったり商品力または企画力、こういった部分に関して、当然今こういった環境でお客様はなかなか家から出れない、出たくないですね、そういった状況の中で提案力を持つということはとても大事なテーマではないかというように思います。そして4つ目はやはり馴染み客作りを強化してきた貸し店ということですね。馴染み客といいますのは、私ども SY ワークスでは例えば顔と名前が一致するお客様、そしてお名前でお呼びすることができる、そういったお客様のことを馴染み客というふうに発信をしておりますけれども、お客様との関係性が高いブランドですね、そういうところはやはりこういった状況の中でも選ばれる傾向にあるということが挙げられます。そして最後5つ目になりますが、5つ目は社内一体化
この取り組みを強化している菓子店様が強いのではないかというように思います。まあ、当然、時短ですとか休業、そういったことを勧められている企業様もあるかと思いますが、パートさんの例えば自宅待機であったり、あとは時短ですね、働く時間が短くなってしまっている、その中で、当然その企業で働かれている社員さんのモチベーションであったり、どうしても暗くなりやすいというような状況がある、そういった中で会社としての一体化ですね、こういった荒波をみんなで乗り越えていこうという体制が整えられている企業様というのは強い傾向にあるのではないかというように思います。今1番から5番までですね、傾向ということをお伝えをさせていただきましたけれども、実際にじゃあさまざまな企業様でどういった取り組みをされているのかというところをここからお伝えをしていきたいというように思います。一つ目は静岡県に本社を持ちます田子の月さんという会社の事例をお伝えをします。こちらの企業様ではですね、こんな時だからみんなで考えようということで、コロナショックにおける反則アイデア募集、これは社内向けにですね、パートさん社員さんにこんな時にこんなサービスをお客様に提供しようということを募集しまして、いい案はじゃあ採用して発信していこうという形で進められています。例えば自宅待機をしている社員さんなんかにも、ただ自宅待機をするだけではなくて、こういった企画をお客様に提供することで、今のこのコロナという状況の中でもお客様に喜んでいただけるのではないか、でそういったものを考えて出してくださいと、そういったアイデア募集企画というものを進められています。例えば今こういったものを進めていく中で2つの取り組みというものを進められています。社員から募集した反則企画、その1つ目の取り組みになりますが、こちらの取り組みになります。今は4月の後半ということで、これから5月ですね、5月には端午の節句であったり、母の日、そういったイベントがやってきます。でその商戦の前に、この反則をお客様の方に配布をしまして、例えば、おうちでワイワイお試しセットですね、なかなか家から出たくないお客様に、家の中でおやつを楽しんでください、そういった企画というものを打ち出されていたり、あるいは自宅への無料宅配ということですね、これは2000円以上のお買い上げのお客様に対して宅配サービスということをやっていこうということですが、なかなかすぐにできそうで、当然人もコストもかかることになるんですが、やっぱりそういったお客様に商品を届けようという形で宅配というところにも着手をされています。または2つ目の取り組みとしまして、お取り寄せおやつセットということで、こちらは特に地元に住んでいるお客様ですね、これまでさまざまな贈り物をされる、例えば遠くに住んでいるおじいちゃんおばあちゃんに贈り物をされた、そういった地元のお客様に対して、お取り寄せおやつセットというものを贈りませんかですとか、例えば自分たちで取り寄せて、これをお家の中で楽しみませんか、そういったこともですね、提案をされているというような取り組みが一つ目です。こちらが一つ目の事例ということですね。で二つ目としましては、3密防止商品お渡しご予約サービスということで、こちらは青森の宮金さんという企業様が取り組まれております。ここにも書いておりますけども、お待たせしません、事前予約ですぐにお渡し、来店滞在時間わずか1分という形で、お客様にですね、事前にこの商品の予約を、お客様に予約という形で取り置きをしておいて、で来店時にお会計と商品をすぐにお渡しして、すぐに帰れる、こういったサービスをしていこう、こういった取り組みをされている企業様もあります。今2つですね、宅配というものと、あとはご予約注文取り置き、そういったものをお伝えをさせていただきましたけれども、これは一つこのコロナの環境の中ではぜひお客様に提供したい、そんなサービスではないかというように思います。で今お伝えをしたサービスですね、でこういった取り組みというのはこのコロナの状況だけではなくて、アフターコロナの中においてもとても重要なサービスになってくるのではないかというように思います。一つデータを見ていただきたいと思いますが、
これは2016年から2019年の3年対比ですね、まあ、前年と、まあ、前年から3年前の対比で見た、菓子業界の販路別の売上伸長と売上規模と売上の伸長率というものを示したデータになります。まあ、こちらを見ていただきますと、例えばこの3年間特に伸びてきた販路といいますのがインバウンドであったり、駅中駅ビル空港、まあ、俗に言う交通系と呼ばれる市場です。まあ、こういった市場が今は非常に大変な状況に陥っているというところです。で、今顧客主導権を持った販路ということでお伝えをしましたけれども、例えば地域密着型のお店というのはこの3年で見ていきますと、まあ、一番下路面店というふうに書いてあるところになります。3年で見ていくと 88% という形で非常に低迷していたという事実もあります。これは当然ですね、地域に住むお客様の高齢化であったり、あとはコンビニエンスストアの影響、ベーカリーなんかの影響ですね、あとはそのブランドの旧態化、まあ、そういったことも起因しているのではないかというように思います。まあ、このコロナの状況の中ではこういった路面店が、まあ、今非常に強さを誇っているというところですけども、大きな数字で見ていくと前年から3年前と比べると、まあ、非常に落ちていたということがあります。これまでと同じサービスをしていてもやはりお客様に支持をいただけないということがあるかと思います。やはりこの地域密着ということを強化していく中では新しいサービスというものが必要になってくるということですね。まあ、それが今回このコロナという状況の中でやらざるを得ない、まあ、ぜひやっていこうという形になっておりますけども、これはアフターコロナの中においてもぜひ進めることによってお客様作りをしていくということがとても大事ではないかというように思います。事例の3つ目としまして、まあ、緊急事態宣言ということで、これは東京の北谷さんという貸し店の取り組みになりますが、まあ、お家で北谷ということですね。まあ、先ほどの事例とも少しこう似通った部分がありますけれども、お家の中でいかにお菓子で楽しんでいただく、まあ、そういった企画を提案していくかということで、これもスピーディーに取り組まれた事例となっております。そして4つ目の事例、はですね、こちらも先ほどお伝えをした青森の宮金さんの事例になりますけれども、こんな時にこそ家族団らん応援フェアということで、まず第1弾、子どもの日に実施していこうというもの、そして第2弾は母の日ということで、まあ、家の中でどんなふうに過ごしていただくのかということですね。まあ、様々な催しが中止自粛される中で家庭内祭事をいかに盛り上げていくのかということで、こんな時こそ家族団らん応援フェアというものを打たれています。5月には子どもの日、母の日とありますが、6月には父の日があります。9月には敬老の日、10月には孫の日という形で、家庭内祭事というものはさまざま1年間を通してあります。まあ、コロナウイルスが長期化していくということを踏まえていきますと、一つこの家庭内祭事をいかにサポートしていくことができるかと、まあ、そこをいかに企画提案できるかということもとても重要な取り組みだと思います。ぜひ取り組んでみていただきたいというように思います。そして最後の事例になりますけれども、最後は北海道の本田さんというところでは、この4月15日から定期便ということで、本田さんが販売をされておりますこのギリシャヨーグルトですね、こちらの定期的な発送、まあ、購入をしていただくというようなシステムですね。こちらの社長さんともさまざまなお話をさせていただいて、まあ、この定期的にお客様に届けるサービスということですね。これも当然、このサービスというのは通販という形でお届けをするサービスになっております。お店に来ていただいて購入していただくこともできる、ただこれをネット通販という形で購入していただくこともできるということで、まあ、定期的に届けるサービスというものをしていく中で顧客創造を進めていこう、まあ、そんな取り組みをされているということですね。まあ、定期便を始めてコラムということで、例えば1ヶ月目から6ヶ月目までこういった効果がありますよ、まあ、そんな発信をされたりですとか、まあ、あとはヨーグルトを食べていただくことでこういった効果があります、まあ、そういったこともですね、発信をしながら新しい顧客層を作っていく、まあ、こういったことに取り組まれている企業様もあります。まあ、今回まず1回目ということで、今のこのコロナ禍中にどんな取り組みをまずしていただきたいのかということで、まあ、こんな中でも今強さを誇っている菓子店様ですね、
その共通点、そしてその事例ということでお伝えをさせていただきました。今後もですね、このコロナウイルスのこの渦中に取り組みたいこと、そしてアフターコロナ、コロナウイルス収束後にこんなことに取り組んでいく必要があるのではないかということもですね、今後お伝えをしていきたいというように思います。ぜひ皆様にすぐ、これうちでもすぐやってみよう、すぐ真似してやってみよう、そういうふうにこう思っていただけるような事例もですね、どんどん発信をしていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ今後もお楽しみに聞いていただければと思います。本日はありがとうございました。